はいどうもこんにちは、クレイです。よろしくお願いします。さあということで今回は2021プロスピセレクション追加ガチャ会やっていきたいなと思います。はい、ということでやってまいりました。セレクションガチャ動画2本目でございます。ただいまの時刻、7月15日登場日の23時46分に撮影をしているということで、まあちょっとね騒ぎすぎることができない時間帯にはなってますが、動画の方を撮っていきたいなと思います。はい、でですね、今回は、まあまたタイトルとかサムネにもあるとは思うんですが、またさらに200連分エナジーを用意してきました。まあ、前回のね動画まだ見てない方はまずそちらの動画絶対に見ていただいて、この動画見ていただいた方がね絶対に楽しめると思いますので、まずはそちらから見てください。でまあその動画の中でね宣言をした通り、今年もですねこのセレクションに関してはコンプリートを目指してやっていきたいなと思っております。でその中でですね、今セレクションの選手に関してはこんな感じの所持状況になっております。はい、1本目の動画のね200連の中で5選手という結果でした。まあ内容だけ見たらねめちゃくちゃいい結果に見えると思うんですが、まあなかなか後半戦で、沼りに沼りまくって、今現状110連 S なしというねとんでもない状態になっているんですけれども、まあ今回はちょっと流れを変えてね、動画の方また2本目やっていきたいなと思います。はい、ということでもう早速どんどん引いていきましょう。もうちょっと引く量も多いんでね、パッパパッパでやっていきたいなと思っております。まあちょっと途中ね演出どうしてもめちゃくちゃ渋いのが続いたら、もう大幅に今回はカットを入れていこうかなと思っております。さあ、今現状5選手5枚獲得をできている中で、4選手ですね、坂本選手が被ってるので12分の4、3分の1まではとりあえずコンプリートできているっていうところなんですが、残るは12分の8選手、まだまだちょっと道のりは遠いっすね。結構ねツイッターとかでもちらほら、まあ、ツイートとか情報を集めているんですけれども、あ、来た来た、やっと確定きた、 OK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  120連ぶり、130連ぶりって言った方がいいのかな、どっちか分かんないけど確定やっときた。あー、ちょっとその話はまた後ほどします。さあ頼む、2枚引き沼った分2枚引きしたい。さあ、あとはとりあえず被らないことね。まずは地引きすることが重要。お願いします。もうセレクションは確定してます。さあ、頼む。どこで来る？前半で来てほしいな。あー、後半になっちゃったか。さあ、どこだ？お、あ、最後だったね。この動画最初の確定。行きましょう。はい。あー、被った。いやー、きちいな。結構被りが出てきちゃった。最初かなり被りなくて調子良かったんですけどね。そう、さっき言いかけたのはツイッターで情報を集めていたところ、早い方だと結構400連台ぐらいでねコンプリートできてる方とかもいたり、まああとは500連とかでねコンプリートできてるっていう方なんかもいたので、まあ運が良ければこの動画でフィナーレを迎える可能性もありますが、いやーでもちょっとここまでの感じ結構厳しそうだな。もうとりあえず S ランク演奏たくさん見たい。白よーし、オッケー。いいよ、やっと流れがちょっと変わってきた感じある。時間を空けてねガチャを引いておりますが、まあそれが今のところは吉と出ている。さあ頼む、今日2回目の確定。1枚目、あー違うか、2枚目。うわー、かぶり、ちょっと待って、あーしんどい、あーしんどくなってきた。まあ出てるだけ感謝ですけど、出てるだけマシだけどね、出ないよりはよっぽどいいんだけど。2枚、もう1枚なあ。まあな、とりあえずこれでかぶりが3枚になったんで、ノーハルミキサーはできるけど、まあセレクトミキサーするにもあと2枚必要っすね。あー、さあ連続で出していこう。でも確実に流れは上に来ている。いけるいける、絶対いける。まだあとは DeNA 山崎敦選手なんかも引けてないので、バット当たった瞬間にもう、おー、また確定きた。オッケー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 、 S ランク率は収束してきてる。3枚目、よーし、オッケー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 、中村晃選手ナイス、これはでかいっすね。なんとかニュー引きました。中村晃選手はねベストナイトライトホルダー去年当たったら使いたくて、A ランクずっと育成してたのがあったんですけど、当たんなかったんで結局ね A ランクのまま取っておいたんで、そこをやっと使えるって感じですね。 OK、 これで、12分の5、もう少しで半分ってとこですね。いやー、まだでもこんだけ出しても半分届いてないって結構しんどいな。さあ行きましょう。あとはそうだな、やっぱマー君とか、マー君と山崎朝明選手早く手に入れたいですね。いやー、まあ本当に持ってないところは全員欲しいんですけども、もうどんどん行こう。この辺はもう飛ばなかったやつはもう期待してない。はい、さっき言いかけましたけれども、今日動画ちょっとこれ3本目の撮影になってて、この前に妖怪道、多分昨日ねこの動画の公開の前日になってると思うんですけれども、プロスピ妖怪道新イベの解説動画もさっきね撮って、まあ、ちょっと編集軽くやってで今っていう感じなんで、まあめちゃめちゃね、今日一日かなりハードスケジュールになってます。さあ頼む、そのハードスケジュールを疲れを癒してくれるような引きをしてくれ、頼む。あー
まあでも楽しいですけどね、うん、本当にプロスピの動画を作ることがなかなかね、こんなに一日に何本も動画作れることないんで、めちゃめちゃ楽しくやらせてもらってます。だがしかしちょっとかぶりがしんどいな。あれかぶらなかったら相当一気にもうねコンプリートに近づいてたって考えるとなかなかって感じですか。もうこれも飛ばないわ。投資家のレッツゴー白。いやー同じガチャ延々に回してるけど喋ることなくなってくるんだよねマジで。喋ることなくなってくるんで、ちょっと多分後半戦はかなりカット多めになってるかもしれませんが、さあこれで1800エナジーぐらい使ったかな。さあ調子くんレッツゴー白。よーし来た。オッケー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 。ちょうどねまあいいぐらいの塩梅ですよ、これぐらいの間が。調子くん飛んでにっこり。あーにっこりしない。さあどこで来る、どこで来る。7枚目なー、どうすこい。3枚目山川さん、トリプルドスコイや。今年は山川さんの年なんかな。いや毎年なんかね本当に誰かしらめちゃくちゃ引くんだよねかぶりで、というとこなんですけども、連続で出して、よいしょ。あ最近なんかあんまり最後ににっこりしれっと笑って S ランクっていうパターンがないんだよな。レインボー、あーほんでーにっこり今だよ笑うのは。さあ残り100連、もうこれでちょうど折り返しですね。あでもそう考えると結構 S ランク出てるな。おお来た、またよし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 。いやもう本当に頼む、かぶらないでマジで。かぶらなければ本当に誰でも喜べるから、とりあえずはお願いします。マジで贅沢言いません、贅沢言いません、揃うまではマジでお願い。2枚目、うーん2枚引きしたい。4枚目違う、どこどこで来る。8枚目でもない、9枚目でもない違うんかい、めちゃめちゃじらすやんけ。いやー頼むマジでかぶらないでお願い、頼む。だー山川さん大島さん出すぎ、ここまで今日出したセレクションの S ランクこれやばくない。まあ110連で5枚出てるのは悪くないですけどね、全然悪くないけどちょっとかぶり方異常。まあでも一応これでセレクトミキサーは1回分できる感じになったんで、まあ実質半分揃ったみたいなもんですね。12分の6、まあ誰かしら1人は取れるというところで12分の6揃ったようなもんですが、まあでもできる限りね本当はセレクトミキサーなしでね揃えられるのが理想ではあるんで、まあ当然一番それがね、まあ課金代も少なく済むというところであるんでね。いやー頼む、なんもないとこから来い。あもう一個、いやーぶっ飛びー、うんち。さあちょっともうそろそろニューを出してくれよ。今日ここまで収穫中村明さんだけだぞ。中村明さん1枚の収穫で終わりたくないぞ、頼む。あーにっこりー、ヤッホー。残り1500エナジー、やばいだいぶなくなってきた。もう3500エナジー使ってる。レッツゴー白。うわーおーシャオ来た、よし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 、やっと来た。オッケーオッケーオッケー。いやもう頼む、かぶるな、マジでかぶらないでお願い、本当にかぶらないで。ニューを見せてマジで喜ばせてくれ俺を、頼むお願い。途中どこ、5枚目じゃない、どこどこで来る。9枚目、どうしたマー君、よかったやっと引けたニュー、よし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 、マークありがとうございます。いやマー君嬉しいな、これで正真正銘12分の6、やっと半分。もう1枚、いやまあでもこのマー君のこの角度の写真ってなかなかないですよね今までも。結構マー君の写真でワールドスターとかも、まあ、ガッツポーズの写真か、写真的にこのタイミングリリース直前ぐらいのタイミングっていう写真が多いようなイメージがあるんで、リリース後のこのね写真はなかなか珍しくて新鮮でいいなと思いますね。さあということでもう流れに乗っていこう、マー君神の流れに乗っていこう、神のこの流れに乗って緑レインボー。あーまあでもねちょっと複雑なのが、まあ、僕自身でも予想に挙げている侍ジャパンセレクションがこの後に来るのであれば、このセレクションのマー君よりも侍ジャパンのマー君の方が強い説があるんですよね。うん、だからそこがどうなるかなっていう、その侍ジャパンとセレクションで被ってる選手、あと山田選手とか山崎康明選手とか、あと坂本選手もそうか、まあそういったところがどうなってくるのかなっていうところはあるんですけどね。まあちょっとでもとりあえず最強決定戦もあるので、まあ田中将大選手に関しては一旦継承します。はい、継承の予定でいます。さあ
まあ、あとは全道長ね、称号でまたなんとか決めないといけませんが、あーこれ終わった、いやー終わっちまう、残り20連今回は。さあこれで合計400連が終わることになりますが、いやー400回して12分の6、まあ1人セレクトで取れるので12分の7、もうちょい引きたいな、頼む、飛んでにっこり、いやってことで一応今あるエナジーはラストです、お願いします、いいよ、トシ君レッツゴー、しろ、あーなんだかんだいつも動画の最後には強い男、飛んでにっこりんだということで、なんか気づいたらねエナジーが増えてました、なんでかわかんないです、いきましょう、まあもうちょっと S ランクでちょっとこの動画締めたいな、今日の動画は今日の動画 S ランクで締めたい、おっよしよしよし、あーよかった、あーしれっと終わった、 OK、 じゃあもうあとは2を出すだけよ、はいお願いします、もうマジで足してよかった、足してよかったよ、エナジー少なくなったら足すだけやから精神でよかった、さあ頼む、 OK、 にっこりカラロン、あとは問題は誰が出るか、今回もご視聴いただきありがとうございました、もう言っとくわ、もうちょっといつ出るか分かんないから言っときます、今回もご視聴いただきありがとうございました、ぜひともねセレクションの追加ガチャ動画楽しんでいただけたら高評価とチャンネル登録を教えていただけると嬉しいです、まあちょっと今回でコンプリートとはなりませんでしたけれども、また次回ねコンプリート目指してやっていきますんで、ぜひチャンネル登録通知登録して次回の動画待っていただければ嬉しいです、さあ行きましょう、ここよーっしゃー、あざしたー。